クラブハウス到着です。広山と申します。はい、よろしくお願いします。小玉です。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。雨が降ってんな。よっしゃ行こうか。今から掃除をします。この爆速ルームはですね、僕が普段オフィスとして使ってる場所です。地区フルの決して新しいとは言えないマンションになったんですけど、フルリノベーションというか、もうデザイナーさん入れてめちゃめちゃおしゃれに仕上げた部屋となっております。照明機材とか置いてあったり、ここにカウンターで勉強するスペースがあるんで、ここでパソコンの事務作業したり、めちゃめちゃでかいテレビもあります。すごっ。これ今日は金ちゃんとカレー会議です。カレー会議してます。いただきます。うまい。いや、すごいな。うん、サブおはようございます。はい、おはようございます。めちゃめちゃええ天気やな。練習行ってきます。さあ行こう。最高な天気です。今日は行くぞ。クラブハウス到着です。よいしょ。はい、お疲れ様です。練習が終わりました。よし帰ろう。マラソン大会の練習します。位置についてよーいパンだったら走る。そうそう、走る走る走る。そうそうそう。はい、おはよう。練習行ってきます。今日はね、結構曇ってる。うん、まあけどそこまで寒くない。さあ行こう。はい、どうもお疲れ様でした。練習が終わりました。今はね、1時38分です。家に帰ります。行こう。雨降ってます。FC 東京の旗がいっぱいあります。はい、おはようございます。よし、行こう。はい、どうもお疲れ様です。練習終わりました。今はね2時です。2時6分。練習終わっていろいろしてストレッチしてました。今帰りましょう。取れてる。うん。今からどこ行くんですか、リオン君。グロリア行きます。サッカースクールね。うん。行こう。はい、到着です。今から、うちの三男坊、3人目の子供のお迎えに来ました。おっしゃ。行ってきます。はい。ただいま。楽しかった？楽しかった。何したん今日？ブロック。うん。ブロック？あとは。うん、お弁当は？いや、じゃあそれバッグの。楽しかったの？帰ろう。うん、知ってんねんな。分かる分かる分かる。だからちょっと教えてくれほんまに。いけてる。はい、ホテル着きました。明日は清水戦午後の2時頃です。最高の準備します。絶対勝とう。はい、ということで今週もどうも見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この Vlog 以外にも企画ものとかいろんな動画出していきたいなと考えてます。なのでリクエストある方は見たい動画とか、こういう企画してほしいとかリクエストある方はコメント欄にコメントいただけたら嬉しいです。はい、ということで今週はこの辺で終わります。また来週絶対見てください。ありがとうございました。さよなら。腰痛めてからこれをね毎日練習の前にやってます。これ名前忘れたけどなんてやつやったっけな。あのね骨を矯正してくれるっていうあ今の俺にこれなかったらちょっとやばい。これにめっちゃ助けられてます。